ヨブ記第19章。そこでヨブは答えて言った。あなた方はいつまで私を悩まし、言葉をもって私を打ち砕くのか。あなた方はすでにとたびも私を恥ずかしめ、私を悪くあしらってもなお恥じないのか。たとえ私がまことに謝ったとしても、その過ちは私自身にとどまる。もしあなた方がまことに私に向かって高ぶり、私の恥を論じるならば、神が私を教えたげ、その網で私を囲まれたのだと知るべきだ。見よ、私が暴虐と叫んでも答えられず、助けを呼び求めても裁きはない。彼は私の道に火器を巡らして、越えることのできないようにし、私の行く道に暗闇を置かれた。彼は私の境を私から剥ぎ取り、私の頭から冠を奪い、四方から私を取り壊して失せさせ、私の望みを木のように抜き去り、私に向かって怒りを燃やし、私を敵の一人のように思われた。その軍勢が一斉に来て、類を築いて攻め寄せ、私の天幕の周りに陣を張った。彼は私の兄弟たちを私から遠く離れさせられた。私を知る人々は全く私に疎遠になった。私の親類及び親しい友は私を見捨て、私の家に宿る者は私を忘れ、私の発したメラは私を他人のように思い、私は彼らの目に他国人となった。私がしもべを呼んでも彼は答えず、私は口を持って彼らに乞わなければならない。私の息は我が妻にいとわれ、私は同じ腹の子たちに嫌われる。わらべたちさえも私を侮り、私が起き上がれば私をあざける。親しい人々は皆私を忌み嫌い、私の愛した人々は私に背いた。私の骨は皮と肉につき、私はわずかに歯の皮を持って逃れた。我が友よ、私を憐れめ、私を憐れめ。神の御手が私を打ったからである。あなた方は何故神のように私を責め、私の肉を持って満足しないのか。どうか私の言葉が書き留められるように、どうか私の言葉が書物に記されるように、鉄の筆と鉛とを持って長く岩に刻みつけられるように。私は知る、私をあがなう者は生きておられる。後の日に彼は必ず地の上にただれる。私の皮がこのように滅ぼされた後、私は肉を離れて神を見るであろう。しかも私の味方として見るであろう。私の見るものはこれ以外のものではない。私の心はこれを望んで焦がれる。あなた方がもし我々はどうして彼を責めようかと言い、また事の根源は彼のうちに見出されるというならば、剣を恐れよ、怒りは剣の罰をきたすからだ。これによってあなた方は裁きのあることを知るであろう。